こんにちは。あなたのダイエットを応援するネギチャンネルのネギシです。今日はですね、食事を一瞬で満腹にすることができるアイテムをご紹介します。今低糖質ダイエットが流行っていますが、無駄な脂肪をつけないで早く痩せるには低糖質だけでなく、ある程度の食事も圧縮しなきゃいけないんですね。皆さんは低糖質だったらお腹いっぱい食べてもいいだろうって思っている方がいると思うんですけれども、それは BMI 30以上の肥満の方の話ですからね。なので BMI 30以下の方っていうのはある程度の食事量も控えなければいけません。その食事を控える目安の量というのは腹8分目のことを言います。でも私はお腹いっぱい食べたい、満腹にしたい、腹12分目まで食べたいっていう人もいると思うんですね。そういう人は食事をしながらあるものを摂取すると瞬時に満腹になるんです。そのあるものは何かというと、こちら、じゃーん、シンプルなんですが炭酸水なんです。これをですね、食事をしながら飲むんですが、一口食べたら飲む、一口食べたら飲むを繰り返すとですね、ものの1分で満腹になるんです。早い段階で満腹になるとどういうことが起きるかというと、脳のですね、満腹中枢を刺激するんですね。その満腹中枢を刺激することによって、ああもうお腹いっぱいっていう風な感覚になるんです。つまり少ない量の食事で満足できるようになるんですね。私のお客様にはですね、いつも食事をしながら炭酸水を飲んでくださいっていうふうに言っております。いくらですね、低糖質とはいえ、お腹パンパンになるまでお肉を食べたら、余剰なカロリーは脂肪になってしまうんです。食事は満腹にしないと気が済まないって方は、ぜひこれを使って腹8分目を目指してください。今日は以上です。